どうも、ラオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はいい感じのパーティーが完成しました。紹介します。このパーティーですけども、対戦相手が使ってて、すごく強かったので真似してみました。ゴールデンスライム、リリパッド、ワルボー、ハデスナイトですね。スキルは、こっちで考えたものなんですけども、ジャスティス、ウルトラガード、スーパーガードのゴールデンスライムですね。ほとんどの属性を無効化できるやつにジャスティスですね。身代わりもできるし、マダンテも使えるっていう、そういうゴールデンスライム。で、リリパッドは、騎士道、ウルトラガード、爆風ガードですね。騎士道を覚えてますので、バイキルトと身代わりが使えるやつです。で、さらに、休み耐性が150。まあ、混乱も150なんですよね。なので、休みの敵が来た時に身代わりをすれば完封できるっていう感じです。で、ワルボーですね。ワルボーは、守護神、ミラクルガード、お邪魔虫です。守護神なので、身代わりができますよね。ここ守護神じゃなくって、別のやつでも良かったかな。マダンテも使えるジャスティスの方が良かったかもしれません。うん。まあ、とりあえず守護神でいきます。で、これなんですけども、眠り耐性が装備も込みで135。まあ、ほとんど効かない。たまに効くんですけども。うん。まあ、眠りが来た時に、ワルボーでガードしてあげる。そんな感じです。で、最後がハデスナイト。こいつがアタッカーで、耐性は積んでません。魔氷壁と攻撃力アップ3、4です。とにかく、闇属性攻撃を打ちまくる。で、2回攻撃だったら、ほとんどどんなやつでも倒せるっていうやつですね。まあ、とりあえずこれで戦ってみましょう。それでは対戦よろしくお願いします。これ半日ぐらい置いてると、繊維ぐらいこう、落ちますよね。これは、わからん。相手何するかわからん。まあまあ、とりあえず、リリパッドでバイキルト入れて、ハデスナイトですよね。で、ワルボーも、身代わりでいいかな。うん、2枚一応入れときましょう。何するかわからん。まあ、大鶏が、なんか、してくるんだな。メタスが、ハグメタが身代わりか。いや、違うな。まあ、どんな感じでしょう。ピオラ。オッケー。甘い息か。なるほど、オッケー。大丈夫。ワルボーは眠り攻撃に強い。あー、一回攻撃しかしないこともあります。まあ、それは仕方がない。ということですね。で、休みはしてこないのね。うん、休みはしてこない。うん、まあまあまあ、もう身代わりを2枚入れといて大丈夫でしょう。大鶏の攻撃は、ワルボーには効かないんでね。いけ！ナイス！ワルボーはこれがあるからいいよね。よし！で、暗黒山でバカまあいいけど、いいけど。 OK。 あ、ザオリクするんだ。あ、でもまあ暗黒山で倒せるんで大丈夫でしょう。はい、根荷物タイプ。こっちも2回攻撃出ればもう確定で倒せるんですけども。はい、 OK。じゃあ、あとはもう、勝ちですね。ありがとうございました。それでは続いてよろしくお願いします。なるほど。フェアリードラゴンで、まずは、あれが来るわけね。だからもうマダンテぶっ放しちゃっていいでしょう。うん。あ、で、こっちで身代わりしないといけないんだよな。で、ワルボーが、そうね。まあ、ハデスナイトはこうして、で、ワルボーどうするか。あ、まあいいや。
ワルボーを身代わりした方が良かったかな。いやでもフェアリードラゴンがね来るから確実にそっちを潰したいのよね。うわ、なるほど、オッケー、いけ、まあまあいいでしょう、はいはいはいちょっと次はミスないようにしよう。ゴールデンスライムはベホイムでハデスナイト回復して、でこっちで身代わりで完封するでしょ。でワルボーで癒しの雨どうだ、はいはいはい、で身代わりする、で雄たけびは効かない、 OK でベホイムで回復、うん、メタパニも効かない、 OK 倒せるっしょ。いやまあまあまあいいか、次で回復できます。まあ普通に攻撃しとくか。でリリパッドはもう身代わりでね間違いないですわな。 OK、 あそっち身代わりする、はいはいはい、まあまあまあ2回攻撃が出れば勝てるんで大丈夫でしょう。 OK 倒せるっしょ。おエルギオス残った、マジでマジか、これはなかなか耐久戦になったな。でワルボーで、え、こういうの効かないしな多分。ワルボーで身代わりして、マジか、まあ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 、いや効かんな、魔人斬りまあまあまあ、ゴールデンスライムでもうちょっと MP 貯めてマダンテ打てば多分勝てるんでいいでしょう。うん、バースト切れた頃にすればいいんじゃない。うわー効く、オッケー、うん、うんうん、400あれば多分いいダメージ出せるんで倒せるんじゃないですか。いやなかなかの耐久戦になったな。うわバーストまた、またかい、どうだ、ありがとうございました。それではラストよろしくお願いします。休みだね、休み、うーん、そうね、いいか、こっちでも身代わりしときたいんだけどもあんま意味がなさそうなんだよね。ギガブレで身代わりで、ワルボー、あー、ワルボーどうするか、甘い息とか効かんよな、まあ、一応しとけ、あー時間オーバーだった。ベビーパンサーはこれで大丈夫だからね、 OK、 もう一回、よし、効かんわな、あ、効いた効いたうーん、やっぱりあれね、リリパッドの、いやこっちはもうマダンって言っていいよ、うーん、バイキルトないとちょっと入りにくいか。ちょ、癒しの雨しとけ、いきます、
ベビーパンサーはこれで多分大丈夫だから。オッケー。休みは効かないんだよな。で、暗黒さん2発。あー、まあ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 。いいんじゃないですか。ありがとうございました。はい、ということで今日はこのパーティーで行きました。ゴールデンスライム、リリパッド、ワルボー、ハデスナイトですね。ちょっとギャンブル性は高いとは思います。ハデスナイトが2回攻撃しないと、そんなに倒せないので、でもまあワルボーで眠りを完封して、リリパッドで休みで、ゴールデンスライムで、属性攻撃が効かないっていうやつですね。ちょっともうちょっと改良の余地がありそうな感じがします。はい、こんな感じでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。